ちょっとさ、カラオケしたい気分なんだけどさ。していい？超気まぐれだよね。ごめんね。何歌おうかな。何歌おう。よし、一回充電抜こう。声小さくなった。本当？知ってる曲も歌ってほしいです。だってひな祭り歌うの？お代理様とおひな様ってやつ。何がいいかな。でも私さ、歌えるかわかんないな。どうしようどうしよう。何がいいかな。君白いいね。君白と入ってる？入ってる入ってる。いいじゃんいいじゃん。聞こえてる？ミオ中の効果は歌えませんよ。歌おう。卒業後初めて？もしかして。君知ら7分もあったっけ？ない気がする、そんなに。あったっけ？いくよ。これ音量大丈夫そう？みんな。大丈夫？じゃあ私の好きな曲歌ってくね。よかった。わあ、久々。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。していて笑った。明かりもない。
バグっててさ出てこないんだけど。あれがネブアルタイルベが君より進んだ覚えてそら、これじゃ楽しげな私はこれ出した。そう、歌詞がさめっちゃバグっててめっちゃ、これもう一回歌う？もう一回さやってみていい？もう一回やってみていい？全然さ歌詞がさ出てこなくって怖い。なんか違う歌詞がバッて目の前通るから飛んじゃうの歌詞が。君の知らない物語、もう一回歌うね。よし、もう一回行くね。これで出なかったら携帯見ろマジで怖かった。もう一回行きます、すいません。あ、来た。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。一番まで頑張ったんだけどごめんね、最初からね。なんかそういうこともあるよね。たまにはいいこと言うんだね、なんてみんなしていて笑った。明かりもない道をバカみたいにはしゃいで歩いた。抱え込んだ孤独や不安に押しつぶされないように、真っ暗な世界から
しいよね。分かってたのに君も知らない私だけの秘密。夜を越えて遠い思い出の君が指を刺す。ちょっとハプニングあったけどよかった。どうしよう、何歌おうかな。高音途切れなくて歌えるのすごい。だっていやー、多分裏声だからね、裏声だからだと思いますよ。おー、どうしようかなー。あ、これいこうかな。私のさ、好きな曲でいい？ごめんね。裏声綺麗に出るの羨ましい。だって本当？化け物語見てなかったです。見てないです。見てない、見てない。ちょっと私の、これでもうまく歌えるかな。ちょっと久々に聴くし、久々に歌うからちょっと歌えないかもしれないけど、いきます。わー、これいけるかな。君の声一つでこんなにも変われるって、やっぱり君なんだ、君じゃなきゃダメなんだ。大嫌いなはずだったっていうハニーハックさんの楽曲です。すいません。首になったの君はさりげなく聞いた、同じクラスどこでもいいけど一緒がいいと思ってる、意地悪で聞いた、同じだよ先輩しなくちゃね。レギュラー取るから見に来てほしい、約束しちゃったからね。君は負けるなって叫んでいた。君の声一つでこんなにも変われるって、やっぱり君なんだ、君じゃなきゃダメなんだ。あなたのまっすぐが大嫌いなはずだった。私のヒーローかもね、願って気づいた、胸がキュンと泣いた。めくらないとわからない。いい曲なんですよ、大好き。ルーカさ一緒に回ろう、勢いで聞いた、休憩中どうせ一人だろう。彼氏すらするのやめてよ、嫌いじゃないけど置いていくよ、一緒に行くんでしょ。二人を噂話笑う声に勝てたが冷やかされるの、僕はいたずらに繋いだ。どんな辛い時も笑顔にさせてやるって、やっぱり君は笑顔が似合うってことだよ。そんなの分かってる、強がりの言葉だった。本当はありがとう伝えたかった、ごめんね意地張って、ごめん。
口からは諦めなよと笑われた。あいにく諦めは悪い方だ。今夜会える話聞くよ好きな人は。あ、ここ言えなかった僕の気持ち見透かして。私好きな人がいるのずっと好きなの。全然セリフのところって難しくて言えないだろ。すごい自己満な。ごめんね。みんな何が聞きたいですか？歌えるかわかんないけど。そう、めっちゃねいい曲なんだけど、これ二人で歌う曲なんだよね。おしゃべりかアニマル。おもろい。ね、アイカツわかんないんだよね。モナちゃん行く？モナちゃん行けるかな。でもね、私ね、久々に聞くこの曲。そうか、キラリンレボリューションとかもあるんだね。僕は知らないけど、ちかなちゃんの歌声聞けるのは嬉しい。本当？プリキュア、プリキュア、プリキュアってやつだ。いけるかな。え、これマジで久々に聞く。好きになって、もっと私を見て、もっと愛のこもった投げキスで、気のせいじゃない、目は合ってるよ、ハート作って恋しちゃってください。やれること何でもします。 NG なしで大当たり挑戦。大丈夫、ここに立てばみんながいる。好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで、虜にする、もっと夢を見せる、もっと楽しんでって、愛のこもったスペシャルなしちゃうぞ。お手紙も
できない私がいる。こぶし上げてもっと汗をかいてもっと恩返しは愛のこもったナソビームで完成。もっとまだまだね、もっと受け止めてね、愛のこもったわがままソング感謝しちゃう。パチ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 、ありがとうございます。可愛くてごめんはね、歌えないよね。可愛い子でごめんってやつでしょ。どうしようかな。あ、会えるかな。あるじゃん。歌えるかな、歌えるかわかんない曲歌っていい？全部そうなんだけど。歌えるかな。いけるかな。初めてこれも歌うわ。こんな気持ちになどないでしょう。隙間を知らずに走る。ありがとう、もう会わない人。今もまだ思ってる。コラボさんの曲です。いやー、難しい曲になっちゃったよ。7時ちょうど発の電車、強い雨の日だけ乗ってくる。こっち見てはにかんだ顔、3年経っても覚えてるよ。あふれてくれた赤いワンピースは次の予定を待っているの。今日だって雨は降ってるのに、2行目君はいないね。望んでた街でね、こんな月を見てね、誰を思ってる。恋なんて欲しいなんて思ってないよ。だからし、あ、いやー、ならないで。気にさせて君になくなる。刺激でなくそう待ってる。気づかずに閉じたままで。こんな
気持ちに届かないでしょう。好きなほど知らずに走る苦手を合わない人今もまだ思ってる。一人で歌うの難しいみんなずるいよって歌って絵以外やコーヒー全部君が教えてくれたね。好きなものを話す時のまっすぐな眼差しを思い出す。この生まれ音を立てなくなる生きたかけらさえ残さないで。神様どうか伝えてください。君は綺麗だったと。何なんてことは分かっているのにでも考えてしまう。もう一度抱きしめて曲多いよね。そう、低い A メロは低い。ハニカミショート無理じゃない？君はハニカミショートでずっと聴いてんだけどね。冬のピューリズム。へえ、なんだろうね。アイカツ、私アイカツわかんないんだよね。はじめましてってやつ、ミルテンミルテンね。あー、なるほどね。思い出した曲調。いけるかな。あっ、 ある。ある。
全然ミルテンじゃないです。ミルテンじゃないですよ。ミルテンは歌えないっしょ。ミルテンは歌えないよ。あれは聞くもん。あれは聞くもんですよ。あれ歌えなくない？なんだか色色あってみたいな。魔法が使えちゃう。うんですみたいなやつだよね。無理無理無理。あれは聞くもんです。あれは聞くもん。あれは聞くもんです。あれは聞くもんです。ちょっとこの曲も初めて歌うけど歌えるかな。まあいいや、歌えなくてもいいよね。よいしょ。楽しいねカラオケって。いけるかしら。この歌はマジ難しい。痛いくらい未来復活している声の鳴き声耳の子に張り付いて離れない。どんな顔して絵文字スタンプ情報社会なのに何も知らない。 I am happy different。 クラスみんなの視線独占。汗にじむ君が来る。好きだぼわっと風が吹いた時好きだ幻か現実なのかそんな吠える吹き飛ばす瞬間風速を見知る。もう届かなくてもいい。好きだ走る姿見てるだけで僕は一緒に叶った気がする。よんどいとるに大変だ。夏休み中は君の方から変なまで来て不思議そうに吹き出して笑う。部活の話知らないことが少し日焼けの肌になる。
ね、人数いらっしゃいますからね。一人ではこれ歌えないです。好きだぼーっと風が吹いた時、好きだ幻か現実なのか、そんなポエム吹き飛ばす瞬、ここだよね多分一人で歌ったら。瞬間風速は明治、でもそっからが大変だよね。私はね、マホロバーアスタリスクじゃないと歌えないわ。ということで、マホロバ歌を。マホロバ。好きだよなんて。これが一番ね、歌いやすいのよ。マホロバ。マホロが、マホロバが、一番歌いやすい私の中で。どうだろう、ドキドキぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星、それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり、夜を照らす見つめているだけ、それだけでいい。それなのに感情は秋を急ぐ。そうだこの恋魔法はアスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、ずっと遠くに銀河の彼方まで一人でずっと。だろ、この曲好き。好きって言ってた漫画を読んでもそれすら見えない弱気な星、幸せは近くにある、私じゃない、誰かとの明るい道。もしかしてそうだわかった、君は欲しい愛の空、まばゆさ目を細めてしまう、ずっと間違えた。ぐるぐる考える、一人の夜。違う歌です。
ばんは。じゃあ、みんなが知ってる曲で終わりにしましょうね。あったー失礼しました。よいしょ。Oh,
しか披露しなかったもんね。してるのは飛び出した街と憧れた街、窓の景色が変わらない、眺める自分だけが変わった、大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激も描けなくなって当たり前のように春が来る。セリフの部分はやっぱり難しいね。ありがとうございます。気まぐれカラオケでした。わかる、早口言葉だよね。ね、すごい、5万ポイント切ったってやば。明日の昼で終わるやん。いけるやん絶対。この支援ゲージ、この支援ゲージっていうのはただただ私が設定しただけだから全然気にしなくて大丈夫だよ。ね、花火、花火打ち上げ花火ってやつ。ヤギ花火、またカラオケするね。久々に撮った気がする。満タンになっても花火が上がるだけで特に他に特になしない。満タンになって花火がドーンって上がるの。ということで皆さんちょっとありがとうございました。そう、6日の18時からです。君ははにかみショートで冬のプリズム、粉雪をまとい光さえも操った、何にも言わずにもしたなら。ちかなちゃんの歌声ほんと好きすぎてだって。嬉しい、ありがとう。君だけだと違う。花指イベって丸々ポイントになったら丸々してみようってあるじゃん。あるんだ。ちょっと待って、私ちゃんと見てなかった。え、嘘。でもそれやってもやらなくてもいいっていうやつですよ確か。どれだ。花火を上げまくろう、花火を上げまくろう、花火、全部花火を上げまくろうってやつでした全部花火を上げまくろうってやつですね。レベル200まで全部花火を上げまくろうで。あ、でもなんかねちょこっと違ったりする。投票機能使ってアンケート使ってみようとか、一番好きな食べ物を発表しますとか。すごい。レベル195はイベント貢献ランキング1位のリスナーさんをデートに誘うセリフを披露してみようとかあるよ。すごい、そういうのあるんですよイベントってなんだってみんなやる気出ちゃったそう、こういうのがあるんですよ。ほら、これはどのイベントもそうなんだけど、そうだからやろうとしてたあれとかもあるんじゃない。ホワイトデーのやつとか。どこだ、これだやりましょう。ホワイトデーのやつは特になかったですね。なんか達成みたいな、
何ポイント達成1目指そうみたいなやつでしたね。うん、生活のやつは、生活ってこのライバーを応援しちゃいましょうルームってやつは、自分の目標や夢を配信で熱く語ろう、このイベントに対する意気込みを語ってみよう、このイベントで一番欲しいものを発表しよう、みんなで最新便利家電について語りますとか、イベント貢献ランキング1位の方がリクエストしたモノマネを全力で披露してみようとかあるよ。ね、そういうのがあるんですよ。別にこれはやってもやらなくてもいいやつなんですよね。ショールームのイベントって面白いよね。やらないなんてことはないやろ。ねえ、どうしようかな。どうしようかな。ちょっとだけ来れましたって。ヤッホー。すごいいっぱい。マネージャーさんから LINE が来てた。エナジーなしで体当たり挑戦ってやつですね。もうちょっと高いか。エナジーなしで体当たり挑戦。あ、ディヤマさんハートありがとうございます。57分だ。ね。NG なしだと、モナちゃんがね、みんな勘違いしてない。モナちゃんが言ってんだから、私じゃないよ。え、みんななんで勘違いしてるの。みんな勘違いしてダメだよ。だってこれモナちゃんの歌だから。ああ面白い。ということで男女読みますね。13位ジンさん、13位ジンさん、12位イカちゃん、32位イカちゃんさん、11位ワイマツさん、11位ワイマツさん、10位カズミネさん、10位カズミネさん、9位マサミンさん、9位マサミンさん、8位マイクさん、8位マイクさん、7位リナオさん、7位リナオさん、6位ハギくんさん、6位ハギくんさん、5位ヨングさん、5位ヨングさん、3位赤いキリンさん、4位赤いキリンさん、4位赤いキリンさん、3位佐藤塚さん、3位佐藤塚さん、2位星広さん、2位星広さん、1位浜地さん、1位浜地さん、ありがとうございます。ね、ありがとう、みんな来てくれて。そう、24時になっても切れないんだけどね。ありがとう、みんな来てくれてね。わかる、超気まぐれすぎちゃってみんなわかんなかったよね、楽曲ね。多分これから知らない曲とかいっぱい歌うと思うよ。ハニワなんて歌うでしょ絶対。おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK。 絶対歌うわ。わかる、髪伸びたよね。トランプしながら配信聞いてました。どういうことですか。ちゃんとちかなその配信聞いてください。はい、ということでみんな早く寝てね。明日昼にやります。お昼にやりますね。何時かちょっとわかんないけど。
ね、夜更かししないようにします。仮眠が、仮眠してちゃんと寝てください。はい、ということで皆様12時になりましたので寝ますよ。皆さんありがとうございましたありがとうございました。また会いましょう。ルーム、バイバーイ、おやすみー。